い、今日の散歩始まりました。今回の方はですね、茨城県の牛久市やってきております。牛久といえばこの牛久大仏が有名ですよね。これは結構でかいね。人がこの大きさだから結構もう15メートルか20メートルぐらいあるんじゃないですか。もっとあるな、30メートルぐらいあるんだったら。いや、ちょっと行くのかな、わかんない、行ってみましょう。牛久シャトーやってきました。ここはですね、なんかチャペルみたいな外観ですけど、やっぱお酒の醸造所ということで、神谷さんという方が、創業したということでね、中にはね、大樽がバーッと並んでるところを見学できたりだとかね、本当に実際にここで作ってるワインを、試飲して購入できたりとか、まあ、ワイナリーですね。はい、牛久沼っていうね、沼に来たんですけど、これがな、カッパ伝説がまたあって、ここにもカッパが悪いことしてて、で、なんかその人がね、なんか悪いことしたからって言って、なんか本当にカラカラになるまで干からびさせられて、でも助けられて改心して、ここ豊作にしたという伝説が残ってるんですね。これが伝説のカッパですね。はい、こんな感じで多分なんでしょうね、悪さして人に叩かれた後なんでしょうね。これね、反省してますよ、だいぶ。ちょっとなんかね、ちょっとかわいそうな感じしますけど、はい、そうですね。はい、牛久大仏やってきました。自由の女神が40メートル、そして名古屋のテレビ塔が80メートル、はい、ということで牛久大仏は120メートルということで、世界一でかい大仏として、君臨しておりますね。ギネスに載ってるらしいですよ。ちょっと怖いよね。はい、ということで牛久市散歩させていただきました。牛久大仏ね、120メートルあるんですけど、だいぶ離れたら見えないんですけど、ちょっと離れたぐらいなら高いからね、見えるんですよね。あれ目印にして方角とかで、ね、多分定めてんじゃないかなと。はい、ということでありがとうございました。